今日の素晴らしいテッド2のためにテッドに捧げる曲っていうのも作ってきましたので、ミュージックスタート。テッドより普通にくまモンが好き。テッドより普通にそうだろプサンが好き。テッドに捧げる曲で、なんだかんだ言ってテッドよりくまモンやプサンの方がいいじゃん、やっぱ。テッド、長野さんの今のネタどうだった？おそうでしょ、あ、すごい、あれ、おお、すげえ、おすごい、すげえ、髪かき上げたんだ、あ、歌った、ムービーラッセンが好きだ、すげえ、ピカソより普通にクマモンが好き。あ、ごめんなさい。長さんの、はい、かけいさんに捧げる歌とか、かけいさんだったらできますよ。あ、ぜひ、はい、多分、ちょっと生意気なんですけど、かけいみやこさんに捧げる曲を作ってきましたので聴いてください。ミュージックスタート。うわうわいくぜ、かけいさん、いっちゃってください。命がけて作りました。うわワン、ツー、スリー、フォー。年老より普通にみやこが好き。わかりやすく言うよ、かけい年老より普通にかけいみやこが好き。やかけいみやこさんに捧げる曲で、長がてて若い方がいいという曲でした。はい、捧げられていかがですか？ですか、嬉しいですね、はい、なんか憧れの長野さんに作っていただいて嬉しいんですが、竹井敏夫さんには本当に申し訳ないです。私から謝りたいと思います。すいません。